森田上部は茨城県つくば市出身の元プロ野球選手、宇藤右内ち。山梨学院大附属高校時代の同級生に萩原智子がいる。山梨県内の同学年では最多の高校通算30本塁打を記録した。当時からプロ野球選手を志していたが、在学中には春夏とも甲子園での全国大会に出場できず、 プロ野球ドラフト会議でも指名されなかった。高校卒業後は、プロ野球選手への道を求め、クラブチームのアムウェイレッドソックス、三菱自動車岡崎、エルマエラパイオニアーズでプレー。レッドソックス時代には、保守、三菱自動車岡崎時代には、投手の経験もある。しかし、三菱自動車岡崎の野球部時代に事実上の、戦力外通告を受けたことをきっかけに渡米。 渡米後に入団したパイオニアーズで本格的に野手へ転校すると主力選手として活躍した。しかし、パイオニアーズが2005年シーズンでカナディアン・アメリカン・リーグから離脱することが決まったため、当時誕生したばかりの四国アイランドリーグ、香川オリーブ・ガイナーズからのスカウトを受けて帰国。2006年に香川へ入団した。背番号は5。香川では1年目から主に4番を打ち、 8本塁打、40打点、長打率は、428を記録。登録名を竹部に変更した2007年シーズンには、前期 MVP を受賞するとともに、13本塁打、55打点で、リーグの本塁打と打点の2冠王に輝いた。さらに、一塁一種として、リーグのベストナインにも選出。チームの完全優勝に貢献した。2008年シーズンには、 7本類五52打点で2年連続の2カモを獲得。また、同年からコーチに就任した、勝路久志等の指南で、遊劇種にも挑戦した。2008年度プロ野球ドラフト会議では、香川時代の実績を買われて、東北楽天ゴールデンイーグルスに育成枠で1位指名。高校卒業から10年目、28歳にして、念願のプロ野球選手になった。 背番号は125。松坂世代の選手では、最後の NPB ドラフト指名で、入団1年目には、本名で登録された。2009年は、育成選手ながら2軍のクリーンアップを任されると、6月9日までに44試合に出場して打率。304.6本塁打、31打点、2塁打は、イースタンリーグトップの15本を記録した。 それらが評価されたため、6月10日に支配下登録に、以降、背番号を98に変更すると同時に、登録名を、香川在籍時と同じ、竹部とした。同日に一軍登録も行われ、対中日ドラゴンズ戦に8番、三塁手で、先発出場し、小笠原隆から初安打を放った。この年は一軍では、少ない出番ながらも二塁打を4本放つなど、 監督の野村克也の期待に応え結果を残したが、球団史上初のポストシーズンとなった2009年のパシフィックリーグクライマックスシリーズでは出場がなかった。このシーズンはフレッシュオールスターゲームの出場も果たし、2軍での活躍が評価されて、ファーム優秀選手賞に選ばれた。また、シーズン終了後には、香川時代から交際していた女性と結婚。 後に女児を授かっている。NPB3 年目、星野千一が監督就任後最初のシーズンが終了した2011年11月11日に戦力外通告を受け、12月2日に自由、契約選手公示された。2012年は社会人野球のパナソニックでアマチュア野球に復帰。楽天での最終年と変わらぬ待遇の下でプロ野球への復帰を目指した。 しかし実際は、若手主体のチームで、出番が代打などに限られ、思うような成績を残せなかった。自身の誕生日に事実上の戦力外通告を受けた、ことから、野球選手としての生活に終止符を打つことを決意。同年末には、大部、祭司を連れて、自身の実家に戻った。パナソニック大部直後は、野球教室のコーチに就くことを希望するも自身と同じ。 境遇にある元選手に先を越されたことから断念。家業の石材業の仕事を手伝いながら、野球以外の分野で、第二の人生を模索する。2013年10月8日に、TBS 系列で放送された特別番組、俺たちは、プロ野球選手だったでは、三菱自動車岡崎からの退社、エルマエラパイオニアーズの、独立リーグからの離脱楽天からの戦力外、 通告パナソニックからの退部という波乱の野球人生を踏まえて森田を4度の戦力外通告を経験した元楽天選手として紹介。歳史を持つ身でありながら再就職がままならない近況を本人や家族の証言を交えながら伝えた。2014年7月23日に TBS 系列で放送された特別番組壮絶人生。 ドキュメントプロ野球選手の妻たち2014では宅配便の配達業務を行っていることが紹介された。2014年3月4日付で学生野球資格回復。現在は宅配便の配達業務の傍らで野球塾、ジャバ野球塾代表として小中学生に野球を教えている。また2019年からは日本ポニーベースボール協会関東連盟に属する。 小中一貫公式野球チーム、つくば J ウォリアーズを j a バ a 野球塾で運営しており、森田は監督兼代表を務める。竹部に関するカテゴリー、ありがとうございます。